タリム医学校前の方からしか海底へは行けないんだ。中央広場を抜けたから最初の角を右に曲がって。ピチだ。イフリートがいればこの程度すぐ乾くのだが。そこの二人、待て！え？何？先生、タリム委員のジュード先生。あなた、エデさん？何がどうなってるんですか？先生が要逮捕者だなんて。ジュードマです。逮捕状が出ている。そっちの女もだ。軍特法により応戦許可も出ている。抵抗しないでほしい。待ってください。確かに迷惑かけるようなことはしたけど、それだけで重罪だなんて。問答無用ということのようだ。エデさん、悪いが、それが俺の仕事だ。ジュード、私は捕まるわけにはいかない。すまないが抵抗するぞ。抵抗意思を確認。応戦しろ。さらばだ、柔道。本当に迷惑をかけた。さあ先生、抵抗したらその分罪は重くなりますよ。僕はただ軍はお堅いね。女と子供相手に大人げないったら。あなたは？おっと、話はあとな。連れの美人が行っちまうよ。でも僕は。軍に逮捕状が出て特法まで適用されてるってことは、君は S ランク犯罪人扱い。捕まったら待ってるのは極刑だな。そんな。よっと。喋るなよ、舌を噛む。ちょっとあんたたち、まったく参ったよ。なんか重罪人を軍が追ってるようでさ。おいおい、こんないい男と女子供が重罪人に見える？あの、アルビンだ。え？名前だよ。君はジュードっつったかな。あ、うん。こっちはミラ。頑張ったな。船長のやつ、勘弁しろよな。
いつまで尋問するつもりだったんだよ。致し方あるまい。身分を示すものがないのだからな。オタクがだろ。アジュール行きだなんて外国だよ。見ろよ、イルファンの冷静が終わるぞ。にしても医学生だったとはね。ちょっと驚いたよ。ねえ、聞いていい？どうして助けてくれたの？あの状況じゃ普通助けないよ。金になるから。私たちを助けることがなぜそうなるのだ？あんたらみたいなのが軍に追われてるってことは相当ヤバい境遇だ。そいつを助けたとなりゃ金をせびれるだろ。でも僕お金ほとんど持ってないよ。あいにく私もだ。マジか。それじゃ値打ちもんがあればそいつでも受け付けるぜ。ないよ、あんな状況だったんだ。高く取引されそうなものなどないだろうな。ねえ、アルビンって何してる人？軍人みたいだけどちょっと違う感じだしさ。へえ、いい線いってるよ。傭兵だ。金はいただくが人助けをする素晴らしい仕事。うん、それは肝心なことだ。へえ、しゃあないか。アジュールで仕事でも探すか。すまなかったな。ボランティアか。早くアジュールに着かないかね。外国って言ってもあんまり変わった感じしないね。ん？ああ、アジュールって言ってもここら辺はな。へえ。あ、地図があるみたい。見てくるね。から元気かね。気持ちを切り替えたのか。見た目ほど幼くないのだな。オタクが巻き込んだんだろ。随分と他人事だな。確かに世話になった。だがあれは本人の意思だぞ。私は再三帰れと言ったのに。それでオタクに当たるわけにもいかないから、あのから元気ってか。どっちにしても大人なこと。ここから来たか。それで？すぐ立つのか？いや、アルビン、傭兵というからには戦いに自信はあるのだろ？ああ、そりゃあな。私に剣の手ほどきをしてもらえないか？今の私は次第の力を持たない。剣を扱えないとこの先の道は困難だ。次第？なんかよくわかんねえけどさ、正直俺を雇ってほしいところだよ。でも金ないんじゃな。無理だろうか。稼ぎながら訓練ってのはどうよ。どういうこと？そうだな、この海底にもいるだろう。探してみようぜ。
よ、依頼があるんだろ。俺たちにやらせてくれないか。あら、あなた傭兵？ちょうどよかった。依頼？そう、こういう依頼は魔物との戦いになる時もある。なるほど。ここで仕事として依頼をこなせば、お前は報酬を、私は訓練になるというわけか。そういうこと。これで利害が一致したろ。じゃ、詳しく聞いてみるか。この頃、この海底の西にある湖に見かけない魔物が住み着いてしまったんです。湖はこの辺りの貴重な水源なので困ってしまって、それで魔物退治を引き受けてくれる人を探していたんです。報酬は？もちろん現金でお支払いします。だってさ。いいだろう、魔物退治とは好都合だ。どうかお願いします。手強い魔物なのでお気をつけて。あ、そうそう、剣の手ほどきについてだが、さすがにこのままじゃしんどいだろう。基本だけな。よろしく頼むよ。さあ、構えてくれ。まあ、こんなもんだろ。すまなかったな。じゃあ、行こっか。待て、柔道。君はこれからどうするつもりなんだ。もう私についてこなくてもいいのだぞ。国境を越えたんだ。ラシュガルの追っ手が来るにも少し時間はかかると思うぜ。何が言いたい？もう少しぐらい考える時間があるんじゃないかってこと。ごめん、ミラが出発するまでには決めるから。そうか、分かった。ではとりあえず依頼をこなすとしよう。軽いおせっかいのつもりが、いつしか重罪人扱いか。オタクぐらいの年の子にはちっとしんどいよな。でも僕が勝手にやったことだから。クルスニクの槍とやらが発動したとき、膨大なマナがこれに集中していた。これがあの兵器を稼働させる鍵なのは間違いないだろう。何か用か？おっと、何構えてんだ？怖い顔してさ。用事がないと話しかけちゃダメなの？いや、だが背後から息を潜めて近づくのは感心しない。なんだよ、まるで俺がヤバい男みたいに。あのジュードってやつにもそうやって難癖つけてるわけ？うん、難癖のつもりはないが、そう取られているかもしれんな。少年ってのは傷つきやすいんだ。気ぃつけてやれよな。お？意外に優しいのだな。そりゃ俺のキャッチフレーズは心優しき傭兵だから。うん、いいキャッチフレーズだが、あまり長生きできそうにないな。言ってくれるね。
リリアルオーブが光った。僕のも。二人ともリリアルオーブ持ってたのか。じゃあリンク行ってみるか。リンク？リリアルオーブには仲間の意識を感知する力がある。これを利用すれば意識を共有した連携攻撃リンクを発動できるんだ。うん、しかしどうする？やってみりゃわかるよ。リリアルオーブに意識を集中しろ。じゃ、リンクやってみな。これがリンク？さあ、挟み撃ちだ。攻撃する。感じるぞ、ジュードの動き。はっ！後ろ危ねえぞ。援護に回る。はっ！ジュード、今のうちに決めろ。そろそろリンクアーツいけんじゃねえの。はい、ジュード、落ち着け。はい、ジュード、はい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 、力を拾って、デレクリデン。ミラ、このまま決めよう。はい、マジンケン、マジンケン、敵は知るんだぞ。あれ、ね、マジンケン、あれ、ね、力を了解。マジンケンだぞ。よし、いける。マジンケンじゃないか。マジンケン、ジュード、友情、協力、勝利。人間らしい戦法だろ。うん、気に入った。うん、一人じゃないって心強いよね。かわいいこと言うね、ジュード君。壁を越えたな。